雪景色。おはようございます。朝です。今日は朝の準備の様子をお届けしようかなと思います。すごいめっちゃ雪降ってるじゃん。今ね、撮影のため長野に来ていて、雪の上とかを走行したりとかするね、車の動画を撮りに来ました。そんな感じで今ホテルにいるので、今から準備していきたいと思います。朝は水洗顔だけして、こちらの無印良品の敏感肌用化粧水使っていきます。これめっちゃ高保湿だし、敏感肌用なので、どんな肌の状態の時も使えるから、旅行っていうかこう家以外に行くとき、県外に行くときとかこれ使ってます。肌の調子結構いいんやけど、なんか広角レンズっていうかさ、こういうアクションカメラでなかなか撮らんから、価格が新鮮。雪とか降ってるし、外も乾燥すごいので、しっかりと保湿します。乳液も同じく無印良品の敏感肌用高保湿タイプ。コーヒーかお茶か迷うよね。朝はお茶かな。お菓子食べる。リンゴ乙女っていうお菓子。お茶。お昼もね、食べるから、お昼お腹すくように、朝はちょっとお茶と軽くリンゴ乙女を食べます。化粧下地使っていきまーす。イブサンローランのトップシークレットモイスチャーエクラリッチです。超高保湿で、肌色のクリームやけん肌なじみもいいし、スキンケアはしているから、高保湿のスキンケアをね。だからとりあえず化粧崩れしやすいところ、乾燥で、そういうとこに重点的に塗る。最近ずっとこれ使ってる、クッションファンデーション21番。これがね、 SPF50 の PA3+ で、めちゃくちゃ高 UV カットなのに超保湿してくれて、これマジでいい。ツヤ感がもう綺麗やし、さすが韓国のクッションファンデって感じよ。カバー力も割とある方やと思う。とにかくね、肌がみずみずしくなるけん、めっちゃくちゃいいわ。本当に最近の激推しコスメかも。コンシーラーはこちらルナのコンシーラー使っていきます。これも韓国コスメ。大きなニキビができたから、そこに置きます。あとちょっとくすみ気になるところとか、赤み気になるところ、ちょっとだけ。でももうね、このベースがいいから、あんまり使わなくてもいいかなって感じ。レブロンの、カラーステイプレストパウダー N。 普段はね、水で濡らしたスポンジとかでパウダーも塗ったりするんだけど、ちょっと今日は本気で化粧崩れしてほしくないから、たっぷり粉塗っとくわ。そしてアイブロウが資生堂の、眉積み鉛筆200円のやつ。マジで安くない？3番。これなんかドラッグストアとかで購入できるやつです。眉毛は脱色しているので、ちょっと色また戻ってきたけど、なので眉マスカラ使わんけん楽。最近セザンヌのミックスカラーチーク20番、これでシェーディング。アイシャドウはシャネルのレベージュパレットルガールウォームを使います。もうほぼほぼこれ使っとる。こんな感じの色、めっちゃ日常的に使いやすい色だから、旅行とかは特にこれ持っていってる。もうこれ1個で全部仕上がるけん。さっき見たらさ、気温マイナス4度やって、マジで防寒具持ってきてない。今回は最初も言ったんだけど、車の動画で撮影に来てるから、よかったら雪の上で足を入れる佐藤も見ていただきたいなと思います、車の中で。すごい、リンゴ、マジでリンゴになった。マジでうまい。これおいしい。種も食べていいんかな。これもこれちょっとだけあるけど、いいんかな。食べちゃえ。もうね、プレスされまくっとうけん、種の嫌な感じ全くない。もう種もペロリ。ビューラーしていきます。
マスカラはエテセのラッシュバージョンアップリッチロング使っていきます。てかこれがさ最近なくなりかけててまだ入っとうけど結構もう少ないよね。このエテセのリッチバージョンアップの普通のねやつならあるの。最近パッケージとかも変わったみたいでそれもねほんと普通の今まで使いよったあの赤のやつとまた全然違ったんだけど、まあ、中身は一緒だけどね。でもこのリッチロングがないの。これはもう下地でとどまらない凄さ。アイライナーはワンデータトゥーです。チークコフレドールのスマイルアップチークス N02 番、ずーっとこれ使ってる。ノーズシャドウを入れていきます。さっきのセザンヌのやつ、シェーディング使った同じやつ。猛吹雪大雪に警戒をって書いてるんやけど、だって雪すごいもんマジで。ハイライトはディオールバックステージフェイスグローパレット使います。リップは大好きなこちらです。ルージュピュールクチュールベルニウォーターグロー211番。この色マジで可愛いからおすすめ。色味がね絶妙で可愛いの。なんか赤っぽくこうやって見えるやん。でも結構くすんだ色っぽくて、ほらこんな感じ、くすみからすごい使いやすいよ。メイク完成。とりあえず寝癖直す。マジでアイロンないからどうしようかな。櫛とドライヤーで頑張るしかないよね、こうなったら。マジで山んば状態。とりあえずサラサラになれば問題ないでしょう。前髪よね、問題は。前髪をどうするか。いいや、もうこのままで。いいね。ルシード L のオイルトリートメント、ディープモイストヘアクリーム使っていきます。サラサラに見えればいいよ。とりあえずはね、仕方ないことやからね。OK、髪の毛の準備完了。雪ものすごくない？めっちゃ降ってる。ほらすごい。楽しみです、撮影。今日は中はパーカー着てこんな感じ。黒のワイドパンツにヒートテックのめっちゃ長い靴下履いてる。ブーツ履いてこればよかった、モコモコの雪用のね。普通にスニーカーできるやろと思ってスニーカーできちゃった。足首まであるスニーカーだけどね。こんな感じの撮影スタイルでいきたいと思います。ダウンがあったかいからよかった。ちょっとロングめのダウン、ミラオーヤン。では行ってきます。バイバーイ。